お、甲冑アイドル。その格好で踊ったらみんな血だらけになるから。コスプレさっき終わったんですよ。あのね、さっきね、あのコスプレイベント出させていただいて出てないですよ。我々審査員やったんですから。そうね、優勝しよう。みんな15点以下入れれないでしょ。あのね、大堀祭りっていうのがあってて、本会場でライトアップしててね、それで今日は、はい、25期でね、あの行列でイベントしてたんですよ。ほら、今日1日中ずっと。そう、本当着替えてこようと思ったけど、まあ GSS だからいいかと祭りだと思ってね、大阪で来ていました。まあお祭りやね。そういうことですよね。はい、いや、この森はありがたいですよね。はい、うん、まあ、そのね、ちょっと市長にですね、この GFM の今後のビジョンについてちょっとお話をね、伺いたいんですけども、これはやっぱりあの福岡をあのゲームのハリウッドにしようということでね、ということでスタートしたんですけども、うん、やっぱり今ここにいらっしゃる皆さんはじめ GFM のやっぱりメンバー、この福岡のゲーム業界の皆さんが本当に一生懸命頑張っていただいたおかげで、今すごくやっぱり福岡ゲームっていうことですごく集まってきてますよね。で、最初はゲームが来てたのが、それ以外のコンテンツ系っていうのがやっぱりゲームを普及にすごい集まってきたと思うんですよ。やっぱりこれを今からやっぱり本当にゲームのハリウッド言ったからにやっぱ絶対本気にしたいと思いますし、まあ、あの一昨日ね、福岡市があの国家戦略特区にも選ばれまして、はい、ありがとうございます。どんどんこう、ございます。戦場で新しいね、安倍総理はですね、はい、世界で一番ビジネスがしやすい環境を作ると言って、創業、特にコンテンツ、医療、ヘルスケアの分野に関して、はい、我々提案してたのが福岡で、ということは福岡が日本で一番違う、世界で一番ビジネスがしやすい環境にするっていうのは安倍総理のこれは公約ですから、これしっかりね、規制緩和ガガンで入れてってね、本当に自衛軍の皆さんがこれまで培ってきた部分でゲームのハリウッド本当に作りたいと思っております。皆さんとこもね、はい、ぜひやりましょう、ね、ぜひ盛り上げていきましょう。はい、よろしくお願いします。福岡が変わっていくんです、いい感じに、うん、すごいことになってるのよ。そうですね、どんどん盛り上がります。カンナちゃんもだからね、はい、頑張って、だから歌った時に阿部がイエイイエイイエイ、ちょっと高田さん、ちょっと朝が多分3入れよ、3入れよ、ちょっとだけ入れる。もう入れちゃダメだよ。あれちょっとたまに CFM とかね、なるほど、それぐらいはいいですよ。そんなの上手にね、いくさしながら、いやでもこの何だろう、もう本来ならね、なかなか一昔前ならあまり勝ることのなかったものがね、そうね、多分これ客観的に見るとすごい絵面になってるからね。お笑い芸人、アイドル、ゲームクリエイター一緒ね、大学と、もう本来ならね、ちょっと全然集まらないね、普通ね、ゲーム会社さんやったらあんまりね、こう横の中にライバルやからね、まあそうですよね、福岡に関してこうみんなでね、力合わせて頑張って切磋琢磨していこうみたいな、それを支えるね、先生もおれば師匠もいててね、そこに盛り上げるアイドルもいて、で、ちょっと添える芸人もいてね、まあそうね、まあでもみんなで盛り上げましょう、せっかくなんで。キレが低いのいいし、そうですね、あとね、そのほら、みんななんか意外性がすごくあるじゃないですか、それぞれ、うん、意外性が。でもこの意外性作ってるのは、他の誰でもない福岡市民なんですよ。そう、福岡市民が、そうです、そうです、とてもイノベーティブ、はい、こういうのを揃えられるっていうのは、福岡市民がとてもイノベーティブだから。そして、ね、もう何よりもね、漁業以外もうね、あと子供たち前に打った時は子供が前に出て、大きい友達はじっとしてるけど上から盛り上げてくれるみたいなね、市民性と言いますかね、ちゃんと皆さんこう残っていただけるっていうのが非常にありがたいですよね。だからなんだ、だから福岡なんだみたいなね、感じがしましたよ。ありがとうございました、本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に楽しかったですね。はい、楽しかったですね。どんどん盛り上げていきましょうよ。はい、うん、ということでございまして、まあもうね、約10日間くらいですか。いろいろやってきましたけども、ね、このイベントでございますけれども、そろそろお時間の方が、そうでございますね。迫ってまいりましたのでですね、もう最後はちょっと、まあこれもほら市長にね、ビシッと閉会宣言を、閉会宣言をしていただきたい。うん、皆さんも、はい、皆さんも、そうです、デブの皆さんが、メンバーも入ってちょうだい、ごめん、ぜひぜひ入ってきてください。ありがとうございます。ね、ライブ盛り上げてくれてありがとうございます。お疲れ様でしょう。いやもう元気いっぱいですよ、ね、この寒空の中、彼女たちだけ汗だくでしたから ね。いやでもいいですよね。もう橋の子みたいに何回かカーンカーン当たってましたよね。
これはプレミアムです。なか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 もらえないんですよ。もらえないです、ね、金色のダイヤだとね、金色の師匠がいてね、いいですね、ちょうど、ね、いや、いいじゃないですか。じゃあ、ちょっと最後は、はい、警戒しますということで、せっかくですが、みんなでこの会の GMF の目標である、はい、福岡をゲームハリウッドに、うん、っていうことを、はい、みんなで、はい、福岡ゲームハリウッドにっていう、あ、違う、目指せ福岡ゲームハリウッドって言って、それからテンポを入れましょうか、せっかくやから。はい、ね、博多テンポの入れ方わかりますか？入れ方わかりますか？一応、知らない方のために、うん、2-2-3です。よトントン、もう一つトン、両三のトトントン、最後のトトントンのリズムは、まあ、コロッケって感じです。ちょっと待って、コロッケってすればいいよ。コロッケさん、たまにね、トトンがトンっていう人いるんですけど、あなた一泊だから違うんですよ。半泊なんですよ。トトントン、コロッケってすればいいです。大丈夫ですか？トントン、もう一つトントン、両三のトトントン、そう、そう、そう。じゃあ、じゃあ、市長が目指せって言ったら、全員で我々、はい、ね、全員で福岡ゲームハリウッド、福岡ゲームハリウッドですよ、はい、福岡ゲーム、皆さん言うのは福岡ゲームハリウッド、そして、はゲームハリウッドですね、で、コロッケですね、はい、で、トロッケの最後ね、はい、モロッコでもなんでもいいです。モロッコでもいいですよ。全然違う。おかしなことがある、ごめんなさい。でも、なんでも良くなってくるんだよね。大丈夫？はい、大丈夫？大丈夫です。みんな OK、 皆さんも良い OK でしょうか？じゃあ最後に OK ですか？イベントが、ね、楽しく盛り上がれるように、はい、も盛り上げていきましょう。皆さんもお手つきの方よろしくお願いします。はい、ではこれをもちまして GFF2014 を閉会させていただきます。目指せ福岡ゲーム